聞いてんのかこの野郎。この前刑務所に行った時聞いたんですけど、どうやら大友ってヤクザが生きてるらしいんですよ。会長覚えておられますか？石原さんは忘れるわけないですよね。元大友組の幹部ですから。どういう意味なんだこの野郎。裏切りもらっていてえのか。柱やめてください。何だろこの野郎。お前大友死んだって言わなかったか。これから合法的にでかい金を動かしていく。まあうちの幹部はちょっと頭が古いから教えてやるけど、例えば同じ売春でもちまちまやらねえで外務省の役人とするんで国際的なマーケットにするとか。おい富田城山、お前ら先物取引とか外為とかヘッジファンとか言っても分かんねえだろうから、頭のいい子分に教えてもらえ。若元、なんならお前が教えてやれ。はい。大友がどこに隠れてんのかまだ分かんねえのか。はい。血まみれの黒い袋が届けられたっきり、これだけ見つからないとなると誰が他にも手を引いているやつがいるじゃないですか。だからてめえらにとっての調べろって言ってんだろうが。はい、すいません、失礼します。お前俺死んだって噂流したろ。佐野会、加藤に代替わりして大きくなりましたよ。うるせえんだよこの野郎。俺に何の関係なんだバカ野郎。今や山王会はヤクザの世界だけじゃなくて政治の世界まで手出してるって噂ですよ。そちらさんのしのぎにだって影響してくんじゃないですか。どうやら大友ってヤクザが生きてるらしいんですよ。誰がまたヤクザやるっつったんだよ。石原さんは忘れるわけないですよね。元大友組の幹部ですから。裏切りもらっていてえのか。チンピラ一人やれねえってのはどういうわけだこの野郎。殺しましょうよ。加藤と石原ほっとくんですか。俺は山王会とやる気ねえぞ。俺と一緒に大阪行って花火師の会長から杯もらってくんねえか。花火師と山王会喧嘩させる気かい。戦争にでもなったら誰が責任取るんじゃボケ。なんもする前から花火師の後ろにこそこそ隠れようとしくさりやがって。こら、なめとくかこら。なんだこの野郎。ヤクザにも守んなきゃいけない道理があんだよ。めえらガタガタうるせえんだバカ野郎。お前の方じゃボケ。やってみろってんだろこの野郎。撃ってみろこら。加藤と裏切った石原にきっちりけじめつけてくださいよ。一度人を裏切ったやつは何回でも裏切りやる。誰が三の会これだけでかくしたと思ってんだ。ヤクやろうか。やったやられたお互い様でしょ、ヤクザなんだから。アウトレイジビヨンド、全員悪に完結。